あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は元統合幕僚長河野勝利さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地13日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて383ドル19セント高い3万4000二十29ドル69セントで取引を終えました。はい ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は236.93ポイント上がって12166.27でした。一方、円相場は1ドル132円60銭付近で取引されております。アメリカの物価上昇、インフレが低下に向かっているという観測から、アメリカの利上げが早く停止するんじゃないかという期待が高まって反発をしたということでありました。 ではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカの機密文書流出問題周平の男を逮捕アメリカ CNN テレビによりますとアメリカの機密文書が SNS に流出した問題で捜査当局は13日マサチューセッツ州の21歳の空軍周平ジャック・テシェイラ容疑者を逮捕しました えー、このね、あの容疑者の話、ワシントン・ポストが昨日あたりからスクープで結構報じておりましたけれども、うん、まあ,あ、日本時間は夜に逮捕に至ったということであります。この情報の管理の仕方っていうのはね。あの、まあ、日本においてもですね、まあ、これ、はい、あの非常に情報管理については。 あの問題が、まあ、最近も海上自衛隊に関しては起きましたし、はい、あのこの SNS の時代になって、ね、やっぱりスノーデン事件もありましたよね、はい、も本当に管理で、で今回も周辺の人が捕まっているということで、この人がですよあのおそらくアクセスできるその権限とか、立場にはおそらくない人だと思うんですよね、はい、今回の,これ、ね、あの。国家の高度な はい、秘密をにアクセスでアクセスでできたかとということなんすから今本当にあの想像を絶するような、まあ、ネットワークの時代になってますから全く権限のない人までですねそういうアクセスできるよう、うん、ここは本当にあの日本も含めてやっぱ、うんあのね、アメリカも十分よくも対策を講じなくちゃいけない。 まあね、今あの、エドワード・スノーデン事件のお話が少し出ましたけれども、えー、あの彼の場合は、NSA という、えー、国家安全保障局の職員もやっていた、ある意味、中の人で権限もあって、そこで得た情報が流出という形です,うですあ,ある意味、あの彼の、まあ、彼はそういうこと、アクセスできたので,、えー、で、彼がそういう気になればできたということはあるんですけど、や,やっちゃいけないんですかね,ねで。今回、うん、この周辺の人が、はい、おそらく そんな国家の中枢の機密に触れるっていう立場にないんですよね。それがこういうことができたということについては、はい、まあこれはもう本当に、あの、有識なことなので、<ー>それは絶対対策を立ててもらいたいと思うんですよね。で、まあ日本のね、秘密情報の管理はまあ結構問題になるんですけども。はい やっぱりそれを結構アメリカから言われるわけですね、同盟国の関係でね。でも今回、元締めのアメリカがこういうことになってるんだったら、もう本当、これはもうね、どうなってるんだっていう話になりますので、本当にまだ今、うかこれ、そもそもとして、この州兵というのが出ましたけれども、州兵と連邦軍のよくわれわれが目にする海軍とか陸軍とかっていうのとは、これ、 どういう違いあるとい違が、まあ、州兵という感覚自体は日本にはない,ないです、ねはい、都道府県が軍隊を持ってるみたいな感じなんですよね、うんうん、でも、はい、日本にはそんなことないですから、ええ、でだから州兵というのは結構、ですねあのや,っぱあのやっぱ合衆国なので、ええ、あの外交とか防衛は、ええまあ、国が合衆国としてあるんですけども、ええはい、結構あの内政については、州がものすごく権限を持っていて、州ごとに、なんかこう、うん 違うんですよね。いろんな<ー>あの法律がシステムがですね。はい、だからあのまあそういう意味ではもう本当にあの州が大きな権限を持っててで州がまたあの軍隊を持っているということなんですよね。なのでこのただしこの州兵は州の兵であって。 国としての機密とか、極秘事項には、触れるはずはずないので今回あもう気候上、触れるはずはないよく言われるのは、周兵の人たちを中心として合衆国を守ると、えーでえー、合衆国の軍隊は、えーあの、前方に外に展開していくみたいなそういうことです、周辺、ねまあ、場合によってはね、周兵の人も外に出ることもあると思うます、えー、基本的には中ですよね。 中で,でしかもその国家の注水の,、はい、の秘密事項に触る権限は絶対ないと思いますから,だから今回流出したその情報も、まあ、ウクライナにおけるその作戦行動であったりとか、うん、武器の調達であったりとか、うん、あるいは韓国がウクライナにどう武器を出すかっていうのを話し合ってる様であるとかっていう、が触れるようなっていうか、触ったところでっていう、いそうどうするんだっていう情報ばかりで。 以前、メルケル首相ドイツのやり取りが、ね盗,聴とね、盗聴したとかいうか、はい、でこういうことを、まあ、恐らくアメリカやってるんかもしれませんけど、ええええ、これはやっぱり同盟関係の信頼性を傷つける話なのでそれはもうやっぱり相当な大事だし。うん まあアメリカがそういうことやってること自体がやっぱりね、ちょっとこれはやっぱ、うんいかがなもんかと思いますよね、えー、まず、エドワード・スノーデンのね、あの事件の時も、もう日本だってやられたぞと、えー、まあ当時の鳩山総理であるとかいろいろ聞かれてたみたいな話が出たりとか、えーえー、今回の報道では、国連の事務総長も、えー、その対象であったというのが、あ先ほどね、だからそこまで恐らくやってるんでしょうけどね、それ自体はどうかとは思いますがね。 でしかもそれが外に出るっていうのはやっぱもう管理どうなってる だから日米同盟関係で、日本がゆるゆるいとは結構いつも言われるんですね、アメリカかね。スパイ天国だっんだってことを言われたりしますよね、でも、こういうことが起きれば、あなた、どうなってんだっていう話ですよね。ここここれれはアメリカがが構築ししてててるのののの同盟ネットワーク全体に対ももすすすごごくく影影響響ありまよね出たっと しないという態度は取ってますけど、はい、それはもうあの、地下では相当なやり取りやってると思いますけどね。えー、何をやってくれてるんですか。 これやっぱりアメリカでこの逮捕の報道が、もうヘリコプターの映像とかで出るっていうのは、それだけ大きなニュースだぞというようなことが、日本で報じられてる以上のこれは危機感ですかねいやそれはそ,、まあ、そ,そうですよね、だまあ、今回、ですから同盟関係はい、いかがなもんかっていう話になってくるわけですよね、そしたらもうアメリカの信頼性になります。ここれかからあの台湾問題とかね、まあはいいろいろこう おおあの、非常に厳しい状況になってくるときに、やっぱアメリカの信頼性っていうのが問題になってくるわけですよね。うでこういったときに、やっぱりこういう問題が起きると、はい、アメリカは頼りにできるのかということが、おそらく、特に台湾の人たちだって思いますよね。だからこれは本当に大きなことだと思いますよね。 アメリカの機密文書流出の問題で周兵の男を逮捕というニュース。うん、まあそこから、えー、このね、情報を扱う人の的確性であるとかと。うん、でもこれ。 アメリカでもこのセキュリティークリアランスとかをもう吹っ飛ばしちゃうようなニュースです、ねうん、本当ですね、だからもう本当にあのあのセキュリティークリアランスってもアメリカも厳格だということは私らはそういう認識ずっとあったんですけども、でもやっぱこういうことになるとですねどうなってんだっていうことですよね、うんで。また日本の場合はですねよく言われるように、懸案としてはスパイ防止法ってないんですよね。はい、ですから日本の場合は、まあ、北朝鮮の人がうんぬうんぬんとかってやったときでもですね。はい ん <laughs> ねまあ、ある意味外国為替なんとかなってので、はい、そういう。 ったここととととででるいいうになっってててますすかから<ー>抑止力って弱いのは確かに日本としてはです、ね、だ、そこはやっぱり、プツパイ防止法ということについては、もうそろそろですね、はい、あの戦後日本の場合は、そういうことはなんか、驚々しいということで、避けてきたこところあると思うんですけども、先生、まあのそのね、特攻検察とかそういうような批判は、えー、そ,そ,そ,それがやっぱりあの国民にもね、権限を侵害するようなことで発展するんじゃないかというような議論があって、はい、非常にあの避,あの避けてきたことあるんだと思す。 思うんですけどもまあ、でもこれからはやっぱこういうちょっと厳しい処置を取らないともう抜けますよね今のこういう、うん、あの発展した。 世界においてはこれ,まあこれだけサイバーがとなると。はいえー、となると、もう何でもし放題みたいな話になっちゃいますんで、うん、そなうなっても同盟関係もクソもなくなっちゃいますよね、だからやっぱり、ぶ、う、つ、ん、防止法ということについて、もう一回ちょっと検討を真剣にですね、国民の権利を侵害しないという前提で、やっぱり考えたほうがいい。 いいいんんじゃないかなかと思うんですけどね徐々に徐々にの法整備の部分で特定秘密方法であったりとかというのがはい、はい、あ制定されたりもしてきていて、はい、そして、まあ、今後はその適、ね、格性をどう審査するかという、特に民間で、ええまあ、防衛関係の情報を扱う人とか、そういうところが対象になってもま今はもうなんですか防衛とかなんとか言ってますね、やっぱり。はいあの 官民一体なんですよね、うん、だからそのあの、防衛はもうあの自衛隊だけっていう話じゃなくて、やっぱり民間の人たちももう、そうやってあの共有しないと防衛って成り立たないので、うんはい、しかし、それはやっぱり外に出してもらっちゃ困るというのはありますし、だからそういう意味であの。 あなん防衛の面の安全保障と、今、経済安全保障ってありますよね、はい、で経済安全保障の体制、はま徐々にできつつあるんですけど、ただ、的確性というか、秘密保護についてはまだ法律できてないんですよね、うん、まあこれからということなんですけども、はい、やっぱりもうあの、官民一体として、やっぱ秘密情報についてはどうするかということについては、うん、やっぱりもう、分け隔てなく、体制を整える時期に来てると思いますよね。うん、はい それから、ま、今回のこの事件に関しては、まあね、えー、この、ティシエ容疑者が、ん自分の、こう、腕を見せたいとか、そういうような、ま、動機もあって、君情法をいろいろ、こう、取ってきたんじゃないか、というふうなことも言われてますが、うん、この、サイバーの防衛であったりとか、あの、その部分っていうのは、まさに、河野さんが現役の時に、ね、えー、整備。 利用するとこういう、まあ、サイバー部隊だったりとかという話になりましたけど、はいはい、ここをこう若い人をどう連れてくるかとか、<う>巻き込んでくるか、<う>リクルーティングって難しいみたいです,、ね、あのあのですから、自衛隊としてはです、ね、はい、今、人材の養成、教育もや自前で,です、ねうん、やりやすいんですけど、うん、でもやっぱり、あの民間にやっぱいっぱいそういう得意な人がいるわけですよね、ですから、はい、あの本当に T シャツ、半端でいいから来てくれる。 というね、ね、うん、自衛隊にも、ねはい、でそ,そういう、まああのこれも、ね、あの処遇面では、多くのっていうか、ね、やっぱあの自衛隊としてはできないです、えー、まあでも、あのそういう人をね、あのあのの働いてもらうということは大事なんですけど、うんうん、でこアメリカもそうなんですけどね、えー、そそういう場合、要するに、あんなんちもですね、 ちょっと言葉としてちょっと古い言葉かもしれませんけど、はい、ここが問題なんですよねだからそういう何て言うかここ自分の立ち位置を分かってる人、うん、この人をやっぱり でなおかつ技量がある人が必要なんで、ねはいでどうでもいいやと今回の周辺の人みたいに、ね、自分の技量を見せたいとか言って出すような人が来てもらって、ね、裏切らない人に来てもらわなきゃいけないそうそう、まあ、人 <laughs> そういう人を見つけるというのもやっぱあの必要になってくるのでななかなか難しい面があるんですよねアメリカなんかそこをある意味、金額で担保するみたいなところがあったりするわけですかね。の場合は、まあはい あのえ。 一応公務員の枠になって収まらなくていけないのでそんな破格ていうわけできないのに応急票があっていやそうは言ったってさ事務次官この給料なのにこれまずいだろうみたいなことになっちゃうわけですね次回より上田ちゃんいかないのでそれはなかなかなおかつそれでもいいと自分としては国のため尽くしたいんだという人がいてまだ一番なんですけどね心意気の部分に追う部分があるというでもこれはそれで気持ちはねそういう気持ちもだらもう反発でも。 どうぞって話すと、そうですよね、そこも一体で考えていかなきゃいけないし、自衛隊だけの話じゃなくて、そうなんですよね、だからそれはアメリカもね、アメリカの裁判の人とも話しても、やっぱそこのところ、性子英語ではロイヤルティーってんですこの問題がやっぱ一番乗り越えるのには難しいんだって言ってましたねおはようニュースネットワーク。 この時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮ののミサイル領域への落下予測は戦後初北朝鮮が昨日発射した弾道ミサイルについて自衛隊制服組トップの吉田義秀統合幕僚長は日本の領域内への弾道ミサイル落下が予測された戦後初のケースだったことを明らかにしました え、記者の質問に問われてそうした認識だというふうに答えたということであります。はい、そして速報が入ってきておりますが、この北朝鮮の弾道ミサイルについて、朝鮮中央通信は14日、固形、固体燃料エンジンの新型大陸間弾道ミサイル ICBM 火星18の発射実験を行い、金正恩朝鮮労働党総書記が現地で指導したと報じました。そしてこの ICBM 火星18 は3段式で発射実験が成功し金正恩総書記が大きな満足を表明したと報じたということであります。 えー、この発射、これ、新しい形なんですかそうですねあの、火星18という、おそらく、まあ、今まで17が最新だったと思いますので、最新型、なおかつの固,定固形燃料ですよね。はい、ということは、あの固形燃料ということは、即応性が高いということなんですよね、あの液体であればこう燃料注入しなくちゃいけないので、その間、やっぱり兆候が把握できる可能性あるんですけど、衛星などからそうですね。あのはい、花からも固,体固形 燃料ということであればあの、もうその把握もしづらいということで。ということは移動も要因になるそう移動も要因になりますよね、はい、まああの。皆さん、旅館なんか行かれたら、鍋でこうね、ありますね、固形<え>の,のね、ああいうのをイメージしていただければいいと思うんですけどね。 これそうすると、もうあのどこほぼどこからでも撃てるような形になってますそうですね。だからまあ非常にまた脅威度があの向上したということは言えると思います今回の,この発射、まあ、あの最初は、えー、ジアラートが出てそして日本の領域内に、まあ、あ北海道の南西部というふうに言われていますが落下の可能性があったとあのちょっと この私もですね詳細がちょっとつかめてないんでわからないですきあの報道によればですよ、つか、ええ、みましたとで、それで、ただしあの、直後にレーダーが消失したというんですよね、はいな、直後にレーダーが消失した、レーダーから消失したということなので、でそ,れでそれだけで北海道ということが予測できたのかどうかということが、まあ、あのちょっとそこは。 あのもう一つちょっと分からないところがあるんですけど、いずれにしても、まあ何らかの解析で北海道だということで、結論出したと思うんですよね。はい、で,で、それで、あ,のあとかあの結果としてはまあそれは違いましたということになったんですが、うん、あのまずやっぱりあの危機管理っていうのは、見逃し三振じゃなくて、やっぱ空振り三振とよく言われるように。うん、はいあの もう、あの、何らかの、あの、解析によって、北海道だと結論だし、しかし、見失ったと。見失ったっていうことは自分が把握してないわけですから。だから、なので、やっぱそこは警報を出すということは、私は間違ってないと思います。万が一を指摘してますかね。 ずっと掴んでて、北海道ではないということであれば、それは解除しなくちゃいけないんですけれども、はい、最初の段階で北海道という結論を出して、うん、しかし見失ってしまったということであれば、うん、自分たちが把握してないわけですから、はい、これは万が一のことを考えて、警報を出すということは、これはあの間違ってはいなかったと私は思います。この、まあ、日本 日本にあるレーダーとそしてまあ北朝鮮から打ち上がる、うん、ということを考えるとある程度まで地球は丸いので、ええ、打ち上がってこないとまず補足ができない、ええええ、でこれ解析ができるということはある程度までは上がってきていたというふうに考えまあのまあもう私まあそういうことだと思います、はい、北海道という地点を割り出したわけですからね、はい、でこれは韓国もそうですし日本もそうですしあとアメリカの情報ももちろん必要ですので、はい、日米韓が連携して<ー>あの発射という、はい、はあの 事象を把握した,こしたわけですから、からこれは発射されたこと自体は絶対間違いなかったし、まあ、今回の北朝鮮ももう発表してますからね、ただ、今回、ちょっと不思議っていうか、私あの、アラートを出したこと自体はよあの、別に間違いじゃなかったと思うんですが、しかし、訂正しですね、はい、でなおかつ、じゃどこに落ちたのかが今回、発表ないですよね。 あのー、普通ならば e z の外でした、うちでしたとかありますよね、はいで、ここがちょっとであの出てないっていうのが、ちょっと<う>、うん、おかしいなと思うんですけどね。まあ一部報道なのでね、このレーダーから消失したっていうのは、えー、まあそこでバラバラ粉々に分解しちゃったんじゃないかみたいなことを指摘するのはです。 とかあのーまあ、爆破、自爆したとか、えーまあ、いろいろ考えられますよね、はい、それであればです、ね、おそらく日米韓であの三国見てるわけですから、はい、絶対にそれはそういうことも把握できてるはずなんですよね<ー>、えー、だから、からそれの,あの発表もないということは、はい、でしかもあのこの北朝鮮が、まあ、北朝鮮の,、うん、あの発表が正しい。 かかどうかは別にしてですよ、はい、ただし、北朝鮮側は発射実験が成功し、うん、金正恩総書記が大きな満足を表明したというまで言ってるわけなので、はい、でこれはやっぱりあの、どこに落ちたかについては、やっぱりそこはあの国民に発表すべきだと思いますけどね、はいまあ、これ、ロストした、まあ、レーダーから消えた地点というものはわかるわけですもんね、そうすると、ね、そこで何が起こったかっていうのをあとは分析することるそうですね。うん で、あのまあ、そこですね、そそこが消失した以降の発表が一切ないので、えー、だからそこはやっぱりちゃんと、アラートを出して、北海道の方々、必死でやっぱりに、はい、逃げられるかなって、それはやっぱり結果はどうだったということについては、うんうん、やっぱりあのね、お伝えするのがやっぱ国の責任だと思いますけどね。うんはい さあそして、このね弾道弾の発射ということになれば、当然ながら国連安保理決議違反であるというところですが、ただ、やっぱり。 この安保理で非難決議を出そうとするときに中国やロシアの拒否権というものがあったり全くこう機能しないというのがもう20年以上続いてきているこれ、ね、じゃあ日本はどう対処するんだというとやっぱりある程度の独自の抑止力と反撃能力ことのなっていますか、うん、今回、あの,あの吉田東幕長のコメントが出てますけども。も、はい 日本はだかんで、それはまあ戦後初だということを言われて確かにそうですあの領域内に落ちるということが、はい、あの推定されてアラートを出したのは、まあ、今回おそらく初めてですからでなおさらですねやっぱあのそのアラートを出したときは私はあの別な問題なかったと思うんですけど、ええ、でもそれを訂正するんであれば実際はこうでしたということは今回ない いうことですよねここはやっぱりちゃん,ちゃんとあのしてもらいたいのと、はい、やっぱりこの、もしか領域内に落ちるという予測が出たような事態であれば、はい、それは、まあ、あの私が現役時代よりもっとエスカレートしてる話ですので、やっぱりこう。 北朝鮮の脅威というのは、ますます上がってると認識すべきだと思いますよねあの当時ね、えー、菅さんがまさにその任に就かれていた2017年のあたりというのは、北朝鮮がガン,ガンこうミサイルを撃ってきた、はい、でそれがあったからこそイージス・アショアという話で守ろうということになってたんですよ、ね、そうです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 そうですで今、まああのまあ、いろいろ経緯はあったと思いますが、はい、イージス・アショアがまあキャンセルになって、まあ、イージス・システム搭載艦の方に移ってるんですけどね。私あのイージスアアショアのがキャンセル もともとはイーシャーシアを導入を決めた時の倒幕賞でしたので,、はい、で、その時もちょっとあのイーシャーシアのキャンセルについては、ちょっと疑問には思ったんですが、まあ,あの時もちょっと申し上げたんですけど、北朝鮮の脅威っていうのは、あのあのイーシャーシアキャンセルした時は、確かにあまり飛んできてなかったんですね、日本海を撃つとかですね、はい、日本人の目にはあまり見えてなかったので、ちょっと脅威感が薄れてた時期ではあるんですけれども、でも、 あの決して北朝鮮の脅威が消えたわけじゃないんですよね、あの今あも、うん、核は一切放棄してない、ミサイルだって一切放棄してないわけですから、はい、だからそこはやっぱ冷静にやっぱ分析して、ですね対応していただきたかったなとは思ってるんですけどねあの時米朝の、ね、首脳会談などがあって、えーまあ、情勢的に撃たなかっただけと、えー、そうですね、そうです、うんま、まさにそういうことなんですね。 ミサイルでの防衛もそうだし、反撃能力的な抑止力もそうだし、結局、な,なんかどっちを取りますかみたいな議論をずっとこの国してたかもしれないですけど、うんうん、本当だったらどっちも、ね、しようでもね、世界各国、どっちのもですから、<ー>じゃ防御するのも必要ですけどもね、はい、やっぱりそれだけで100%の保証はないので、したがって、 でばあの場合によっては、はい、その根元を叩くことも必要でしょうねと、これはあのやっぱり想定外ということは通用しない世界ですから、はい、やっぱそれは万全を期すという意味で、両方持っておくと、基本は防衛あの、ミサイル防衛で対処するのは基本ですけども、はい、それで対応しきなくて、日本の国民の方々がね、非常な犠牲が出るということになれば、それはもう、 やむを得ず叩くということはあってしかるべきですから、やっぱ朗報を持ってると、で今回の安保3文書で、反撃能力に踏み込まれたということは、やっぱそういう観点だと思います、はい、続いて、教えてニュースキーワードです。アメリカとフランスの関係はどうなる 中国訪問後、フランスのマクロン大統領の発言がアメリカや、まあ、ヨーロッパでも批判をされております。今月7日、中国訪問へ帰国したマクロン氏は一部メディアに対して台湾への対応をめぐって、ヨーロッパは米中いずれにも追随すべきではないと発言。また12日には同盟国は属国ではないと訴えて批判がさらに高まりました。そんな中、この緊張高まる台湾情勢をめぐって、我々は開かれたインド太平洋という理想像をアメリカと共有 していると述べ、火消しに回ったとみられております。最初はなんかヨーロッパ関係ないぐらいのことを言ってた。よう、ねええええ、あの台湾はね、台湾問題はヨーロッパと関係ないということを確か言われたと思うんですが。が、はい、フランスってですね、ええ、結構なんていうんですか、したたかな国だと思って、もともと。もともと。あの第二次世界大戦はナナチスドイツ占領されてるんですよ、パリは。ですよね、ビデ、ねはい、ビシー政権というのができてですね。はい でしかし、ですよ終わってみたらちゃっかりですよ戦勝国で一角になりですね国連の安,保安全保障上にリスクになってるわけですよ。はい、でほん 本来は第二世界で負けている国なんですよね。それが、もう、ちゃっかりそういう立場に立ち<ー>で今度はドゴールが出てきたらですよ、はい、まあドゴールも、やっぱアメリカと非常に対抗したわけですね。で、えー、独自の核を持ちですね、はい、常にね、そういう、まあなんちうか、誇り高き国という意識があるんでしょうね。でイラク戦争の時も、もうフランスはものすごく、あの、アメリカに対、はい 対対して人対立して立たわけですよね証拠がある結果としてはフランスに言った方が正しかった面もあるんですけどね、でもやっぱりフランスでもともとそういう立ちスタンスに立つ国ではあるんですよね、ですから今回も、あのね、やっぱアメリカとはあの一線を画す、やっぱり経済的にも中国と非常に深い関係があるということもあるんだと思いますけどね、<ー>ただ、あの台湾は自分、最初は、ね、台湾は、 あの自分たちの問題でないみたいなニュアンスのことを言われましたよね。そうですよね。うんうんうん、それはちょっと違うんじゃないかと。うんうん、やっぱり我々な日本もですよ。はい、やっぱウクライナ問題についてはやっぱ遠いあのやっぱり問題だけど、うん、これはやっぱりあの世界の問題だということでやっぱあの捉えてるわけですよね。はい、世界各そうですよ。です,ですからうん、うん、ああいうあの理不尽な侵略は許さないという立場に立って、はい ってるわけですよ、ね、まあ総会のね、国連総会の非難決議もあれだけの国が賛成したってそういうことで、やっぱり大国、フランスの大統領としては、やっぱりなんていうか、いかがなものかと思いますよね、うん、そうなったらやっぱり、フランスに対する信,信頼性もね。うん、あの 落ちると思うですから今、ちょっとひか火消しに回ってす火消しに回ること自体が、ね、ちょっとみっともないという話ですよね、ななら言うなってう感じですねうん、うん、でそもそもねあの、フランスは太平洋にもそうです、ね、海外領土があって、当時国の一つでもあるっていう、そういう,こう感じでアプローチしてきますよね,ねだ,かだからマクロン大統領も,そのも、もちろん絶対認識はしてると思うんですけど、でもその意識はちょっと薄いんかもしれませんよね。えー、で我々あの あのま、私、もともと海上自衛隊出したから、フランスの太平洋艦隊と、ものすごく、えー、あの緊密に連携してたんですよ、あの大使とかニューカレドニア。 はい、基地持ってますからね,てますねでそういう意味では、うん、私らの認識はあ、フランスって太平洋国家だという認識がものすごく我々はあはあるんですよね<ー>で。で、太平洋に勤務しているフランスの人たちもみんなそういう認識なんですよ。<ー>だからそういう面では、台湾はひと事ですなんていうことは、絶対に太平洋で勤務しているフランスの人たちはないと思いますけどね。うんはい 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ中国が東シナ海にロケット残骸の落下を警告。 中国海事局は13日東シナ海の一部で日本時間の16日午前10時から午後4時まで船舶の航行を禁止する区域を設定したことを発表しましたロケットの残骸が落下する可能性があるためで指定区域は台湾の北方沖縄県石垣市の尖閣諸島に近いため日本にも影響を与える恐れがあるとのことです 台湾の北およそ160キロに当たる区域だということなんですが、一部は日本の排他的経済水域、e z にもかかるんだということですね、うん、これはやっぱりち,ちょっとやっぱりなんなん、なんて言いますかね、やっぱりちょっと非常識ですよね。はい、というのは、うん、あの日本の EEZ にかかるで、その間は。あの 飛行禁止区域ということ、はい、で。飛行禁止区域なん、どうもなんか空域に限られて海域は含まれないとか言うんですけども。官房長官はね、そういった説明してますあの,あの、まあ、向こうはですね。はい、でも、それって、でも、 危ないよと言われたら、船だって行きませんよね、そうそう、経済活動、だからあの、なんて言いますかね、当然、できる経済活動があの制約をされるわけですよね、影響ないなんてことは絶対言えないはずなので、うん、ですから、そういうなん他国の,の EEZ に影響を及ぼすような、はい、その宇宙活動をするということ自体が、やっぱりちょっとおかしいし、以前はなんか、インド洋に落としたって言うんですよね、以前のやつはね。 やっぱり後悔部分があるので、そちらのほうに持っていけばいいだけの話ですよね、でもこれ、タイミング的にやっぱり台湾に対する、はい、やっぱりあのん制だと私は思いますけどねこれ、最初はその飛行禁止区域も、もう3日間にわたってたというがね、えー、えーえー、話さすがにということだと思いますけどね、そこまでになるとねうん、まあ。飛行禁止区域の話って、まあ、それこそウクライナでロシアの侵略が始まった当初も、えー、こう西側が禁止区域を設定すべきなんじゃないかという議論が、えー。 ありましたけど、ええ、これは直接的にそういう,こう有事に直結する話にも、場合によってはなってくるんあの飛行禁止区域 ということになって、ある種の、なんていうか、ブロあの、あれですけど、封鎖なんですよね。空域封鎖みたいな空域封鎖ですよね。で、あと、まあんまこれに海域が加えれば、もう完全な封鎖ってなるんですけども、はいで、これって基本的にやっぱり、上司がある国はそんなこと、やっぱりしないんですよね。で、これを勝手に自分の宇宙活動だということでよって、はい、あのここから入っちゃいけませんなんていうのは、基本的にそういう権利ないですよね、基本。だからそれは、あの宇宙活動をするし、 方が配慮しなくちゃいけないわけであって、迷惑のないところに飛ばすと。で、それはおそれコントロールできるはずなんですよ、ね。今のあの技術でいけばですね。んうんうん、だからまああのー、私はやっぱりタイミング的に言って、はい、自分たちは台湾の周辺をいつでもコントロールできるんだぞというようなあ,<ー>あのメッセージを。 今回、伝えてるんではないかなと思いますけどね。<ー>はい、やっぱり、こう蔡英文総統が、うん、まあ、中米訪問の、まあ、生き帰り、うん、アメリカに立ち寄り、うん、下院議員ともあった。で、演習も周りで行った、ねえー、やっぱ、そこと、文脈的には同じ、つながってると思います。ただし、今回、あの、ペロシ議長、下院議長が来た時よりも。はい、あの、アンテミサイル自体発射しましたからね。うん、そうですよね、まあ。そういう意味では、今回の方が、まあ、まあ、トーンダウンはしてるんです。 ですけども、でもやっぱりメッセージとしては私は一緒だと思います。<ー>やっぱりあのそういうことをやったらまやるぞということをスタンスを示してるんだと思うんですよね。ただあの来年の1月に総統選挙ありますよね。はい、でそこに向けてやっぱりあの台湾中国としては自分たちが、ええ、あのまあ何とかのこうに有利な人が総統になってもらうことおそらく今。 からいろんな工作してると思うんですよね。それがまず目標。そう。ですから、うん、あんまりあの台湾国民のに対して、はい、やっぱり刺激を与えるようなことになるとちょっと自分にた。 たちにとってマイナスになるんじゃないかというそういう配慮もあってまあ今回は禁止区域とかですねそういうレベルで抑えてるんだとは思いますけどねあまかつてその李登輝さんが、はい、まあ初めて、えー、総統選を台湾でやるという風になった、はい、1996年ですかね、えーえー、あの時はミサイル演習をガンガンやってっていうのはありましたよね結果でもそれ世論は別に反対方向行きましたよねあの李登輝さんは当選したんですよね,ねやっぱそういうこともありますかね。であの時はアメリカがやっぱり 空母を2個グループを出して、やっぱりもう、ある意味、中国はもうそれで、恐れをおののいちゃったんですよね、でも今の中国はやっぱそうじゃないぞというようなことをあえて見せてるんですよね、もう、あの時とは違う中国だということをね、だからやっぱり、俺たち今、空母を持ってる人、今回、も三島というね、ええ、ええ、しかも台湾の東側というか、西太平洋のところで、ある意味、背中から。 つくみたいな形で。あのね、だから台湾関係だって、その東が。出してましたよ。はい、ということはどういうことかというと。ええ、アメリカが要するに助けようとしても、俺たちは阻止するぞということを示してるんですね。ポジション的には。アメリカはやっぱね、東から。元気きますよね、はい。まあグアムやハワイの方から、あるいはね、お横須賀から出すにしてもそうで,う、ね、そうですよね。だから、そういう意味で、やっぱあの来たら。俺たちが立ち塞がるぞということを示したるポジショニングですよね。あれは。お<ー>はい。 一部報道によると、あの時にアメリカのニミッツ、ええ、空母ニミッツの打撃軍も、うん、実はあの近くの海域にはいたぞみたいな報道もあったりして、当然、アメリカもそれ意識しながら見てるですもちろん、す、はい、日本の倒幕もあれ、写真付きで出してるじゃないですか、えー、やっぱりこうしっかり見てるぞっていうのを。えー、もちろん、もうそれはもうお互いね、それはもうちゃんと見てるぞということは、もうメッセージを出し合ってるということですね。ここういういとの一つ 一つがやっぱり、さやあてというか、駆け引きみたいなものになって。わけで,すかそうです、ね、だから、やっぱ、あの、台湾海峡問題っていうのは、やっぱ、これから、まあ、やっぱり、もう、あの、非常に厳しい。状況になるということは、まあ。 考えておい,た方がいいいたがですよね日本は、はい、もうこれ、菅野さん、はい、何百回と聞かれてると思うんですけど、えー、いつ起こるんですかとか、どう起こるんですかとかって、えーえー、台湾誘致に関してはなります、ね、朝からちょっとね、こういう嘘しな話だ、はい、ってあれなんですけど、私は、ね、やっぱり2024年の1月、総統選挙ありますよね、はいこ。ここに向けてやっぱあの やっぱいろんな工作すると思うんですよね。でそこであの自分中国にとってあのまあコントロールできる相当がなれば、はい、おそらく平和的併合とも考えると思うんですけど、ならなかったら。はいはい やっぱりそこで私は見切りをつけるんじゃないかと思うんですよね。で、あの、あの、今の習近平総書記の,あの3期目切れるのが2027年ですよね。はい、この間にやっぱ成果を上げたいとおそらく思うと思うんですよ。だから私はその2024年から2027年まではやっぱりあの、要注意の 期間だと私は思います。この3年間はい、そう私私の見方ですよもちろんはいんということだと思いますね。なるほど。はいはい